来了。
噂のゲイザーか。ちょうどいい退屈しのぎだ。わしの角か剣どちらかを選べ。好きな方で腹に風穴を開けてやる。
かやりおるの。仕切り直しだ。次は全力で相手をして死んぜよ。Thank you.
でどうだ。待ちかねたぞ、デモンゲイザー。この地ならば邪魔は入らぬ。決着をつけようではないか。生半可な勝利などいらぬ。完膚なきまでに叩き潰してやろう。どうだ、ほら、ピン。
ことが深く、かくなる上はこの命お主に預けよう。さあ好きにするがよい。デモンゲイザー、その瞳で私たちを未来に導いて。革命の光をアステリアに。我は騎士タウロス。お主が新しき主君か。忠誠を尽くすに値する男であると期待しておるぞ。失礼します。Thank you.
らっしゃい。やあ。結構歩いたけど、レゼルムさんどこにもいないっすね。たかあの野郎、どこで何やってんだよ。闇雲に探し回るのは得策じゃないかもしれないね。もしこのまま見つからなかったら、やっぱり革命も失敗しちゃうんすかね。そしたらきっとみんな勢力を根こそぎ奪われて、人形みたいな奴隷になって、マグナスターの言いなりに。そうだよ、きっと道は他にもあるさ。でも確かにマグナスターを止められる者は革命団を置いて他にはいない。僕らが失敗したら、まあひどいことになるのは間違いないね。やっぱりそうっすよね。なあエリク、デモンを作るなんて恐ろしいことだと最初から分かってたろ。今となっては後悔しているよ、自分の犯した罪の数にね。だけどどうしても知りたい秘密があったんだ。秘密？ああ、実はマグナスターの周辺ではマグナスターの娘が死後よみがえり、今も城で生き続けている、そんな噂がね。娘が今も生きている？あれ？いつだったかミュゼたちが奴の娘の話をしてた。マグナスターの娘は確か随分昔に病気で。ああ、どんな魔法でも魂が失われた場合は
蘇生が不可能なはずなんだけど。けど、マグナスターの娘は新たな魂を持って復活したって話さ。そしてあの錬成炉こそその娘を生きながらえさせるための装置らしいんだ。その話が本当だとしたら、奴は娘のために勢力を集めてる。まあそういうことになるね。真実はわからないけど、実際にそんな完全な蘇生ができるなら、その秘密を探るために僕はマグナスターに協力することにしたわけさ。まあ目的を果たす前に変貌ぶりに驚いて方針転換しちゃったわけだけど。そうだったんすよ。勢力はね、最初から偉大な目的のために使うべきものなんだよ。なのにマグナスターは自分勝手にそれを使い始め、挙句の果てには僕の意見になんて全く耳を貸さなくなってしまった。僕にはそれが許せないんだ。その通りだね。今となっては痛いほど理解してる。僕一人の力では彼を止めることなんてできやしない。犯した罪は消えることはないけど、僕にできることは何でもするつもりさ。必ず必ずマグナスターを僕らの手で倒そう。いい話だね。テレゼルム、お前いつの間に。いつの間にと言われれば今だ。君たちも遊びに来たのかい。やはり健全な若者だね。であればこの僕がいい店を紹介しよう。さあついてくるがいい。この僕オルムガイマスターの後に。ちょっと待て、お前には他に行くところがある。何の話だい。悪いけどステラザミに来てくれないかな。支配人がお呼びみたいなんだ。やだやだ、しょっぴかれたらどうするんだい。 あんなところには戻りたくない。なんて往生際の悪い人なんだ。こりゃ無理に引っ張っていくしかないね。よし、とにかく連れていくぞ。さらわれる。誰か助けて。失礼します。待っていたよ。
待って。